勝手にベルセルク。今回もデモプレイ。ミノバトル編です。よろしくお願いします。前回のゾンビ兵とのバトルに続き、今回は勝手にベルセルクのゾッドこと、ミノさんとのバトルです。今まで負け続けましたが、今度こそ勝てるのか？始めます。早速新要素。見ての通り、ミノさんが投げた岩石を打ち返せるようにしました。打ち返した岩石は、ミノさんにも当たります。ナイフ投げのエイム中に罰を押すと構えをキャンセルできます。さっきから顔面狙っているのですが、うまくいってないですね。ミノさんとのバトルでは必ず受け身を取ります。取らないと追撃で死にます。やっと顔にヒット。紹介できてよかったです。ミノさんのクラッシュアタックをガードしてしまいました。ガードが崩され、一定時間スタミナ回復しません。ミノさんがスタン中、頭付近で R にトリガーを押すことで、シーケンサーを使った強力な技に移行します。シーケンサー直後、エイムができなかった件、解消しました。コリジョン設置してないため、床から外れると落っこちてしまうので、ミノさんが落ちないように立ち回ってます。ちなみに、ミノさんの HP は5000に設定してます。HP 2か3割以下になると吠えてからちょっと回復するので、だいたい5から6000くらいになってます。それに対してガッツの HP は100、強戦しか2回はでき、パックで3か4回回復できるので、実質500くらいの HP です。ここで、中身も強戦しか、とりあえず強くしているので、好きに攻撃して OK です。ミノさんの体力が一定以下になり、ここから本番です。強戦士状態なら強い技出してれば簡単に倒せます。が、今回は温存してませんでした。ちなみにこのトリー、ミノさんとのバトルでしか機能しません。雑魚敵ではいらんだろということで、単純に設定してません。吠えた後は、ナイフ1回当ててもひるみません。2回当てる必要ありです。もう1本しかないので、無理ですね。使ってなかったサブ武器を、雑に使ってダメージ与えてます。バリー使って安全にスタンを狙いましたが、負けました。まあちょうどいい感じに紹介できたので、負けて終わります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。